ローラ・レーン・ウェルチ・ブッシュは第43代アメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュの妻である。身長5フィート6インチ。ローラ・レーン・ウェルチはテキサス州ミッドランドで住宅ローンと注文住宅の販売業についていたハロルド・ブルース・ウェルチとデパートの広報部員だったジェンナ・ルイーズ・ホーキンスの一人娘として生まれる。彼女の家庭は 当時のテキサスの大部分の家庭がそうであったように、保守的な民主党員であった。彼女は未来の夫であるジョージ・ W ・ブッシュと同じ中学に通い、トミー・フランクス陸軍大将やトミー・リー・ジョーンズと同時期に同じロバート・イーリー高校に通った。ローラは17歳になった2日後の1963年11月6日に、旧友のジュディ・ダイクと自らのシボレーセダンを 運転していた。午後8時を過ぎた頃、国道349号線とテキサス州の王道868号線の交差点に通りかかった。彼女は一時停止標識を無視し給油の絞れ、コーベアアセガンに追突する。ローラとダイクは軽傷で済んだが、追突された元ボーイフレンドのマイケル・ダットン・ダグラスは、衝撃で車外に放り出され、ミッドランドメモリアル病院に搬送されたが、 頸椎の骨折により死亡した。未成年であったローラは刑事罰を受けなかった。2000年5月に2ページからなる警察の事故報告書が公開されたが、ファーストレディであった機関は事故について語ることはなかった。ブッシュ一家ケネバンクポート、1990年彼女はダラスの南メソジスト大学に入学する。大学では女子社交クラブ、カッパ、 アルファシータのメンバーであった。1968年に理学士の学位を得て大学を卒業した。大教皇のために両親や医師のおじは大学を中退していたので一族で初めての大学の学位取得者となった。1969年までダラス独立学区のロングフェロー小学校で学校教師を務める。続いてヒューストンのヒューストン独立学区にある ジョンカイケネディ小学校で1972年まで教鞭を取った。この学校はスラム街にある困難の多い学校だったが、献身的な教員で構成されており、この学校での経験は後のローラの活動に強い影響を与えた。その後彼女はテキサス大学オースティン校から1973年に図書館が悪臭志望を得る。彼女は ヒューストン公立図書館で1974年まで勤務した後、オースティンに戻り、オースティン独立学区にある同村小学校の図書館員として1977年まで勤務した。2002年1月、皇居宮殿竹の間にて、夫であるアメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュと共に、秋人天皇、美智子皇后と会談ローラウェルチは1977年、 友人宅のバーベキューパーティーでジョージ・ W ・ブッシュに出会う。3ヶ月の交際の後、11月5日にミッドランドの第一統一メソジスト協会でブッシュと結婚する。同協会は彼女が洗礼を施された協会であった。1981年にローラは双子の娘、ジェンナとバーバラを出産する。彼女らの名はそれぞれの母親から受け継いだものである。 彼女らは2000年に高校を2004年に別々の大学を卒業した。ジェンナは NBC トゥデイのアンカーの一人で、バーマラは博物館の学芸員、教員、事前活動家の顔を持つ。1995年、ジョージがテキサス州知事に就任すると、ローラはテキサスのファーストレディとして教育問題に尽力した。特に関心を持って取り組んだのは、 家族リテラシー、バーバラブッシュ財団と共同しての未就学児への教育プログラムの実施や、教育困難な地域や家庭をサポートするケースワーカーへの支援、そしてテキサスブックフェスティバルの開催である。エルパソ在住の退役軍人検索家のロバート、スキミンの提案で始められた、このブックフェスティバルは成功を収め、テキサス州の恒例行事となった。2000年当時で、 アメリカ史上最も接戦となった選挙戦をジョージが勝利し、ローラはファーストレディとなると前任のヒラリー・クリントン、あるいは選挙戦での競争相手の妻で、アルゴアが副大統領になる前は、夫より有名人だったティッパー・ゴアとは対照的で、よく言えば古風な、悪く言えばさえない1950年代風のシフト、評された。しかし多くの活動でその風評を覆した。 2001年11月17日、ナショナルパブリック・ラジオでの恒例の大統領のスピーチを大統領本人に代わっていった初めてのファーストレディとなった。ローラはアフガニスタンの女性の権利向上、子供の保護を訴えるスピーチを行った。2005年には単独でアフガニスタンを訪問した。この後もアフガニスタンなどイスラム社会、 アフリカなど、第三世界での女性の権利向上、三政権運動の支援を行った。アフリカの女性への援助は、識字率向上のみならず、HIV 患者や性的暴力の被害者などにも、向けられた。また、アメリカ合衆国憲法修正第14条が、女性の打体の権利を保障していると、初めて判事した1973年の老体、ウェード判決は破棄されるべきではない。 と明言した。当初のパブリックイメージとは異なるローラの政治への関与は時に、身内のホワイトハウス内部や、保守反動的で古臭い主婦とローラを揶揄した、リベラル派の両方を戸惑わせたが、夫や、主席補佐官のアニタマクブライドらスタッフ、著名な政治家や、シェリー・ブレアら外国のファーストレディの支援を受け、そして、一般の女性たちの支持を受けた。 テキサス州知事夫人時代同様に教育と読書を推進することはローラのライフワークであった。2001年にローラブッシュ米国図書館財団を設立し学校の図書館を支援した。男子生徒の高い高校中退率と低い大学、進学率に着目し、これと合わせてテキサスで始めた教育困難家庭や虐待された子供への支援は ギャングに関係するなど問題を抱える若者への構成支援などへも発展した。2001年にはナショナルブックフェスティバルを創設した。2002年の第2回大会にはロシアのウラジーミル・プーチン大統領夫人、リュドミラ・プーチナを招いている。ヒラリー・クリントンが取り組んでいた西部アメリカズ・トレジャー運動を引き継ぎ国家の歴史的建造物や芸術品の保護を推進した。 2010年5月に、自伝、スポークンフロムザハートを発表した。幸せな子供時代と1950年代から1960年代のミッドランドの暮らし、第二次世界大戦の西部戦線を戦い、解放した強制収容所で目撃した、凄惨な情景を常に心に留めていた父、ローラ以外の子供をすべて早産や死産で失った、母の苦しみを描いた。 また家庭人としての夫、ジョージの姿、アメリカ同時多発テロ事件後の日々、イラク戦争、ヒラリー・クリントンや、私たちテキサスの大統領と敬愛していた、リンドン・ジョンソンの夫人レディ、バード・ジョンソンや子供たち、コンドリー・ザ・ライスラ政権スタッフ、そして外国首脳からホワイトハウスのスタッフたちとの交流と友情を描いた。同時に、アルゴアや、 ジョン・ケリーとの熾烈な選挙戦と、イラク戦争が生んだ国の分断が引き起こした夫への誹謗中傷、自身の活動への拒絶や妨害、娘たちにまで向けられた攻撃への怒り、そして初めて高校時代に起こした交通事故のことを詳細に書いたこの本は、ベストセラーとなった。他方で、イラク戦争に非協力的だったフランスとドイツ領、政府への批判と2007年に、 ドイツ政府が主催したハイリゲンダムサミットでのアメリカ合衆国代表団の不可思議な食中毒への指摘は欧州で物議を醸した。アメリカのトーク番組ザ・トゥナイト・ショー・イズ・ J ェイ・レノに出演するローラ夫人1986年、ジョージは40歳の誕生日を機に禁酒。この禁酒にはローラの粘り強い働きかけと熱い信仰心が影響したとされる。 ジョージの大統領就任後、一般に広く知られた有名なローラが言ったとされる、ジムビームと私のどっちを取るの、は、実際には言っていないという。恒例行事である2005年のホワイトハウス記者会、主催版3回で、アメリカの人気テレビドラマ、デスパレートな妻たちのファンであり、夫が早寝すぎるので、この番組を副大統領夫人のリン・チェイニーと見る、ことだけが楽しみだと笑わせたが、 あくまでもジョークであり、実際には一度も見たことがなかったが、ローラがこのドラマのファンであることと、常時に絶望しているという噂が一人歩きするようになり、外国の首脳やその配偶者たちから真顔で、本当に絶望的なのですかと聞かれることもあった。ありがとうございます。